藤原光吉は平安時代末期の苦行。藤原北家三子左流、藤原忠明の子。官位は肖像位三義。旧安二年に、ジ位、長官二年に、十五以上に助せられ、永万元年に、下野守に任ぜられる。後白会員近親として活躍し、任南二年に十四位した、右近衛少将となり、翌年には、皇后宮。 権量に任ぜられて、14以上から正4人下に進む。上安元年には、右この絵中将、安元二年には、倉人と頭に任じられる。自称元年に、後退後応急剣大部に任じられると、同三年には、右表へただし、さらに、同年十月には三議を検体するが、翌月の自称三年の政変によって開館される。伝承によれば、自称四年七月、 当時福原慶にいた三吉のもとに伊豆国の源の頼朝と面会した文革が訪れ、頼朝のために後白河法皇に取り継いで平の清盛追悼の院前を出させるように迫ったとされている。具間賞はこれを猛説として否定するが、平家物語などにおいては名場面の一つとして採用されている。要は元年に三位に服して十三位に進み、翌年には、 左兵ただし、丹波ゴンモリを兼ねる。樹永二年に、生産位に上るが病に倒れて出家し、ほどなく皇居した。新五次三蔵として知られる新五次所蔵の肖像画の、一つは、三吉と伝わるが、近年は、室町幕府の二大将軍、足利義明とする説がある。以下については、隠し系図に記載が見られるが、事実かどうかには、疑問がある。ありがとうございます。